第26話、復活の社。当時のおもちゃ事情について、岡田敏夫先生が話されています。で、ガンダムにいよいよ発信なんですけども、今回ですね、えー、カタパルトも使えないのでですね、ガンダムは歩いて発信しますね。で、はい、出てきました。ついに、えー、ハイパーハンマーですね。ガンダムのですね、特あの、なんだろうなめ、武器のですね、トゲのついた鉄の玉を持ってますね。これですね。 あのー、このトゲのついた鉄の玉をですね、武器にしてて、これガンダムのね、4話でも出したんですけどもですね、えー、それっきり出てこないんですよ。で、おもちゃにはついてたんです。当時売ってたガンダムのですね、あのー、合体調合器みたいなものを僕買ったんですけども、これ、やっぱちゃ,ちゃんとついてたんですね。で、えー、今回また G メーカー出てくるんです。この G メーカーにしてもこの、 トゲのついた鉄の玉もですね、やっぱスポンサーへの気遣いなんですね。あの、おもちゃ売れないと番組が打ち切りになっちゃうわけなんですよ。で、えー、で、当時のおもちゃって、ガ,ガンダムの超合金にしてもですね、あの、ポピー、今のバンダイのですね、超合金シリーズもそうなんですけども、パッケージがですね、透明のセルファンなんですね。あの、中が見えるんですよ。箱がですね、中のロボットが見えるようになってて、で、こう、 こう箱の中にロボットが立ってるのは見えるんですけど、この横にですね、こういうのがついてるわけですね。で、これがついてることによって子供たち、うわかなんかこう、刀もついてる、槍もついてる、ね、ライフルもついてる、斧もついてる、ガンダム、斧も確かついてましたよね。<laughs> で、このトエのついた鉄の玉もですね、ついてるんです。で、それで子供たちは大喜びで買ってたんですよね。あの、そういう、あの、なんだろうな、はっきり言ってですね、その、当時のおもちゃのパッケージって、 アクリル板の後ろにある武器の数で売れてたんですね。あの、どれぐらいメッキの武器があるのかで売れ行きが左右された時代なんですよ。お,おもちゃの武器っていうのは大体その本編のに登場してた実際の色と違ってもメッキでキラキラしてる銀色なんですね。その銀色の武器がロボット馬にガーッといっぱいあってで、この武器がどれぐらいあるのかで子供たちは4000円でこんなについてる。 こっちの5000円のやつは武器がちょっと少ないと。じゃあこの4000円の方にしよう、武器いっぱいついてるかと。そんな理由で選んでた子供もいっぱいいるので、こう武器いっぱい見せるって大事だったんですよね。で、ガンダムはもともとその、ロボットといっても西洋の甲冑をですね、モチーフにして、西洋の甲冑みたいなロボットということで、あの、発表されたので、この、 西洋の中世の武器であった、あの、モーニングスターですね。中世の、あの、鎧騎士の武器であったモーニングスターっていうのはまあ、そのまま利用されたんですけど、だからこれをちゃんと本編内でも活躍させようとして出していくわけです。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。